辻岡健造は、日本の牧師、伝道者。プロライフ団体、小さな命を守る会の創立者、代表。和歌山県生まれ。1954年、20歳の時に、イエスキリストを信じ、洗礼を受ける。明治大学政経学部、聖書進学者卒業。ビジネスマンとして働いていたが、自分のために生きてきたことを。 天国の入り口で神に断罪されている夢を3度見て、献身神学校に行くと妻に伝えるが、経済的に何の保障もない神学校に行くという、発言に妻は青ざめたという。当時勤めていた会社の社長の名と結婚していた。妻の家族は、クリスチャンホームであったが、親族中から反対された。福音自由協会牧師として、巻会連動の後、 1984年に小さな命を守る会を設立。人工妊娠中絶を考える母親を説得して、新生児の養子縁組を圧戦し、中絶による殺人から赤ちゃんを助けている。もっとも、現在では養子縁組の圧戦は行っていない。参加婦人科医師だった菊田昇に、中絶は殺人ではないかと尋ねた。 菊大使らの働きにより、1988年特別養子制度が施行。菊大使はその後に改新して、クリスチャンとなり、キリスト教系の小さな命を守る会を結成し活動。また長州派の命を守る親の会が結成された時は激励のお手紙を送っている。中絶やめよう、小さな命を守ろう、マーチフォーライフ、市民ら250人が参加。 クリスチャントゥデー。2020年2月14日閲覧。小さな命と、私たちからあなたに会えてありがとう。小さな命を、守る会の働き。辻岡健三クリスチャントゥデー。2020年2月14日閲覧。小さな命を守る、海洋支援組合戦事業を、終了2018年7月15日。キリスト新聞社ホームページ。 2020年2月14日閲覧。党団体による養子縁組斡旋事業の終了について、小さな命を守る会。2020年2月14日閲覧。大熊理事長真夜中に男泣きに泣く。ありがとうございます。